はい、どうもこんにちは、こえでございます。ということで今回なんですけれども、まあ雑談形式の動画でね、で皆さんねご存知かもしれませんがね、コットンキャンディ AAO ってあるじゃないですか。もうこれね、このコットンキャンディ AAO って言っただけでね、もうだいぶ面白いなっていう感じなんですけども、まあ今やねもう本当にラブライブの中でも数あるね、ラブライブのその公式チャンネルで再生された動画の中でもね、もうダントツでトップというか、まあ上位の方を占めてる動画なんですけれども、まあね、まあ幼児というか新生児から幼児の方へのちょっと人気度がやばいね、コットンキャンディ AAO でございますけども、なんであの動画あんなに受けるのかなっていうこととかね、ちょっとね、その辺をいろいろと考えていきたいなと思います。はい。まあ、僕ね、あの動画ね、当時見たときね、初めて見たときね、なんだこの動画みたいな。これ、もう完全にネタに走ってますね、みたいな感じで思っていて。で、僕最初思ったのは、ルビーちゃん、あれ、マグロのお寿司かなって思ったんですよ。はい。いや、これマジで、ふざけていないんですけども、本当にだってこれ、皆さん、まあ、これですけど、これマグロの、なんかお寿司に見えません？だんだん。なんか僕見えるんですよね。だって髪の毛の部分が赤くなってて、で、顔の部分がこう真っ白な感じになっていて、で、しかもこう、顔っていう感じのイラストじゃないじゃないですか。もう完全にこう単純化されたイラストだから、もう、なんかお寿司に見えてくるんですよね、だんだん。で、お寿司に見えてきて、なんかお寿司が踊り出して、まあそんな感じで、まあ僕にはね、マグロ寿司がね、こうなんかこうやってるような感じのね、曲にしか見えなくて、まあ、ある意味面白いなって思ってたんですけども、まあ、僕の場合ね、ある程度こう、20代ぐらいの考え方なのでね、まあ、あれかもしれませんが、お子さんが、まあ、特に、まあ、対象年齢0歳から6歳ぐらいでしょうかね。幼稚園生の方とかね、こう、泣き止んじゃって、ね、泣き止まない娘さんが、息子さんが、この動画を見せた瞬間、面白がって泣き止みましたみたいな感じのね、子供をあやすためにね、非常に好評となっているね。多分本来のね、運営の考えとは違うんじゃないかな。運営の考えとしては単純に面白い、こうネタになってくれればいいみたいな感じで思ってたんでしょうけども、消費者の側からしてみれば、もう完全にね、子供をあやすための、子守唄じゃないけど、ある意味で、お子さんを、赤ちゃんを泣き止ますためのね、曲になっちゃってるっていうね。ちょっと方向性が全然違っててわけわかんないことになるんですけども。まあ、あの動画はね、完全にネタになりますよ、今後も。今回ね、まあ、ライブの時もね、流れたんですよ。ライブの始まる前か、失礼しました。ライブ始まる前によく宣伝とかで流れるじゃないですか、でかいモニターに。で、僕も札幌ね、セイントスノーのライブで札幌に行ったんですけども、まあ、その時もね、このコットンキャンディ流れまして、まあ、みんなね、騒げないですけども、今回は、ご時世的にね。もしね、騒げていたら、まあ、みんなでね、もう、絶対大騒ぎしてたんだろうなっていう。で、しかもね、最近は結構ね、お子さんを連れてライブに来るっていう方がいるのでね。そんなお子さんもね、ライブ会場でいいじゃない、コットンキャンディ AAO みたいなね。面白い動画のやつだ、みたいな感じで思ってね。まあ、なんだろう。お子さんにもすごい受けるんじゃないかなと。ある意味こう、公式が公式らしくないね、動画の出し方をしちゃったもんだから、逆に当たっちゃったみたいな感じのところはありますよね。ま、いや、僕もね、まさかあんなに受けるとは思いませんでした。だって、あれですよ、未体験ホライズンとか、まあ、例えばラブライブフェスのね、動画とかね、まあ、そっちがある意味ラブライブのとしてはメインじゃないですか。シングル曲の映像を流したりとか、ライブ映像の一部をちょっと抜粋してね、動画でまとめて出すとか、そういったのがね、メインだと思うんですけども、なぜかね、ああいったネタ動画がね、ちょっと受けちゃうっていうね。ということでね、皆さんはね、今回のルビーちゃんのね、コットンキャンディ AAO についてね、どう思いましたでしょうか。ぜひね、下のね、コメント欄にね、いろいろと書いていただければなと思います。まあ、僕はね、もう最近は、まあ、マグロ寿司だなっていうふうにも思ったんですけども、マグロのお寿司だなと思ったんですけども、まあ、最近は僕の中では、お子さんをあやすため、泣き止ますための、まあ、子守の曲になってるんだなっていうふうに思いました。もしですね、この動画がいいなと思いましたら、グッドボタン、高評価ですね、あとチャンネル登録の方もお願いいたします。いや、ちょっとね、これはね、ある意味コットンキャンディ AAO のね、ガチ勢が増えそうな気がします。ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。以上、コヘでございました。バイバーイ。